じゃあ、俺からいきますよ。あれ、え、あ、お、俺黒だ。なんで、あ、そうだそうだ、あ、危ない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 。リバーシって最初に取りすぎちゃうと枠が埋まるから負けるんですって。だから取りすぎない方がいいっていうのは佐藤健さんが言ってました。佐藤健さん超強いのオセロで、なんかのテレビで言ってたの、最初に取りすぎない方がいいって言って。これはガチであるんじゃないでしょうか。角は置きませんね。 OK です。じゃあ、取りすぎない方がいいからこの辺ですね。で、真ん中に密集するように取るんではなくて、外堀外堀を狙う方がいいというのを言ってました。結果的に最後真ん中ガッて取れるようになるから。そうそうそう、だから1個ずつ取るようにした方がいいの。はい、1個ずつ取るようにするのでこの辺ですかね。ただ白が、うえっ、いや、これ相手に武田さん見せたな、完全に。これやっちゃってるわ武田さん。ここに置くとやばいよね。ってことはここかな。ほら、今武田さんは完全に俺にビビってんのよ。だから取りすぎちゃってるのよ、これ完全にね。取りすぎちゃってるからこういうことに合うの。ここです。パス。え、何が起きた。え、もうタケトさんの手のひらの中だったってこと。俺はチャンネル登録よろしくね。おい、ビブラート侍か。